立川市や立川商工会議所などで構成される実行委員会の主催により、毎年7月最後の土曜日に開かれる立川祭り国営昭和記念公園花火大会。昭和29年に立川納涼花火大会として開催して以来、立川の夏を彩る名物イベントとして多くの人に愛され、今年で通算56回目を迎えました。昨年は突然の雷雨で中止になってしまいましたが、26日は日中から青空が広がり、気温はぐんぐん上昇。夏らしい天気となると、会場となった国営昭和記念公園にはおよそ36万人、 JR 立川駅など周辺を合わせると80万人以上の人が集まりました。夜7時20分、カウントダウンから祝砲の花を皮切りに、霞草やワイドスターマインなど色鮮やかな花火が次々と打ち上げられました。そして直径380メートルも開く圧巻の一尺五寸玉。今年はなんと11発も打ち上げられ、夜空に大輪の花を咲かせました。